カナブンは、高虫木コガネムシカ花グリア赤に属する、昆虫であり、やや大型の花ムグリの一種である。ただし、近縁の種が数種ある上、一般には、コガネムシカ全般、特に金属光沢のあるものを指す通称として、カナブンと呼ぶ場合もあるため、青銅ガネや、銅ガネ VV などと混同されることもある。日本では、本州、四国、九州のほか佐渡島、伊豆諸島、 沖諸島、津島、岐島、五島列島、種子島、薬島、黒島に生息する。海外では、朝鮮半島、チェジュ島、中国大陸に見られる。低地から山地まで全般的に生息している。カブ分類は普通種であるのにもかかわらず幼虫の生態は長い間不明であったが、近年の研究によると、クズ群落などの乾燥した環境に生息し、 不植物を食べて育つらしいことが分かった。ただし、こういった環境は相対的に希少であるため、枯れ草や落ち葉がある程度あれば、発生を繰り返せる白天花拭りなどに比べ、環境破壊への耐性において本種は劣勢を強いられている。なお、飼育する場合は、マットの水分量が多いと前さなぎでの死亡率が高くなってしまうため、水分量をかなり少なめにする必要がある。 花むぐりとしては大型で、頭部は四角く、背面が平らになった形をしている。全身に緑褐色の金属光沢がある。この金属光沢にはいくつかの型がある。緑色と同色のものがよく見られる。飛行能力が優れている。飛び方が特徴的で、飛翔時に全身の外側をわずかに持ち上げると、多くのカブトムシのように開かなくても側面に隙間ができ、 この状態で講師を伸ばせるので、前肢を閉じたまま講師を羽ばたいて飛ぶ。また、足場がなくても離陸できる。不熟した果実やくぬぎ、コナラ、秋にれ、白菓柳、赤目ワなどの紅葉樹の樹液を餌とし、これらの木の絵を主たる生活の場とするため、滑り落ちたり引き剥がされたりしないように、各足の武士の先端に2本の鋭い爪を持つ。樹液のにじみ出るところには、 カブトムシやクワガタムシ、本種や近縁の花むぐり類が多数集まるのがよく見られる。姿は白天花むぐりなどに非常に似るが、彼らと違い越冬能力を持たないため、成虫の活動期間は例外なく一夏のみ、それも1ヶ月程度である。日本に生息する近縁種として次のようなものがある。生息地。 修正も二回よい混成する場合が少なくないが、緩やかな墨分けも認められる。形態学的識別点はいずれもはっきりしており、不明瞭、看板な際ではない。和名からもわかる通り退職に違いがあるが、ナブ文自身にも同一種内で同じような色彩変異があり、一概に決められるものではなく、色彩だけで種類を同定しようとするのは危険である。ありがとうございます。